はい、みなさんどうも、ねむりさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていいかと言いますと、今日はここのね物件にお引越しをして、もうね1ヶ月ぐらい経つんですけど、もうね家具とか必要なものとかは全て揃って落ち着いてね生活をすることができているんですが、私がね四肢体幹機能障害といって、手足と体幹に麻痺がある障害があって、こう外で移動するときは車椅子を使って移動してるんですけど、お家の中では壁を伝って生活をしていて、特に家事とか何お掃除とか全て、まあ、自分でね行って生活してるっていう感じなんですが、今回お引越しをしてちょっとね一部分変わったところがあるので、こう生活スタイルがね、それで揃えて良かったもの、引っ越しに伴って揃えて良かったものっていうのを今日は紹介したいと思います。買ったものっていうのはなくて、いらなくなったからあげるよっていう形で譲ってもらったものたちなんですけど、一個買ったものあるかな。そう、まあそういうのを今日は紹介していきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということでキッチンにやってまいりました。引っ越して変わったところはこのキッチンがメインになります。でめちゃくちゃキッチンの雰囲気変わったんですよ。以前はこちらのね大きな机と高い椅子っていうのはなかったと思うんですよ。以前引っ越す前の動画を見てもらえると分かるんですけど、まあ、お料理動画とかねちょこちょこ出していたんですが、そうで、これをね今回揃えてどういう感じで食事をするかっていうと、じゃじゃーん、こんな感じ。こういう感じで、まあ2人だけなので、まあこれぐらい の広さの机で十分です。でこれに椅子でこうやって食べる感じで、今まで生配信とかしていた、なんていうの、低めの低い机テーブルっていうのは向こうにあります。で向こうはくつろぎスペースみたいな感じで、食事はここできちんと、なんていうの、まあおしゃべりしながら食べて、あっちにテレビがあるので、ご飯食べ終わった後にこうテレビでテレビ見たりとか映画見たりとか、まあ今ね旦那さんゲームやってるんですけど、まあゲームやったりとか、なんか趣味の時間に当てるような形で、これ本当にこうさ立つ時もさヒュッて立てるんですよ。基本的にどこかをつかまないと立てない、動けないので、ヒュッて立てるのがすごく楽で、以前は下の低いテーブルだったので、以前はこうやって座って食べて、で前はこう壁とかにつかまってこうやって立ち上がる、よいしょって、でこう食べ終わったものを運ぶっていう感じだったんですけど、これだったらもう立ち上がりやすいしっていうところです。これめっちゃいい。はい、そしてですね、こっち側の椅子に座ってこうやって食事をします。食事をこうやってこっちですると、ここで使った食器とかをくるっと向きを変えて こうやって置くの、もう洗い場こうやってくるって終わり。めちゃくちゃ良くないですかこれ。で逆にこの机はキッチン代わりにも使えて、今まで引っ越す前っていうのはこういう感じでこうやってセットして、でここでこうやってねこういう感じで立ったままねこうやって切ることが多かったんです。多かったっていうかそれしか方法がなくて、疲れたら地べたみたいな感じだったんですけど、このテーブルをね揃えてからは、これはちょっと疲れてるなっていう日がやっぱりあるんですよ。でそういう時は気だるいので、これをこっちに机に持ってきて、そしてここでお料理こうやって食材を切ったりとかして、で切ったものをこっちに持ってきて、ここの IH で
焼くみたいな感じでできるんですよ。はい、そしてですね、そしてここにもね椅子があるんですけど、これ折りたたみ式で、こっちも折りたたみなんですけど、こっちは常に出せて、こっちは結構畳んであることが多いんですけど、これをこうやってね、こうやってやると椅子になるんですね。で、こっちの IH で火をね、こうやって料理するときはこの椅子をこうやって置いて、こうやって座って、で、こうやって料理ができるっていう椅子でございます。ほんとなんかね、日によってね、そのなんか足がしんどい時ってやっぱりあるので、椅子って大事だなって思いましたね。そうだから、以前使ってたガラガラ、こう以前はキッチンから食べるとこまで距離があったんですね。だからなんていうの、食材を乗せてこうタイヤがついてるガラガラガラっていうやつで運んでいたんですけど、それは今ね収納してます。折りたたみできるので、で、まあたくさんね、今後お客さん呼んでホームパーティーしたりとか、そういう時にはここの机と低い机を合体させて食べるので、そういう時にガラガラをね使いたいなって思ってます。はい、そして次はここでお皿をこう洗うじゃないですか。で、お皿洗って、まあ、コップね、コップをこう洗って、いつも前まではこのね、何洗った食器とかを干すところがあるんですけど、ここ見ての通りこんな感じでね、山盛りになっちゃうわけですよ、いつも。なんでかっていうと、まあ洗い物をね、まあ洗い物を溜めてしまうのがいけないんですけど、どうしてもやっぱ溜まっちゃうことってあるじゃないですか。で、今回お引越しして買ったわけでもいただいたものでもなくて、最初からねついてた機能なんですけど、ここじゃん、ここにね、なんかスペース、置けるスペースがあったんですよ、これ。で、ここにコップをね置くようにしてて、で、こう洗ったらこうやって置く。ここがね、なんか穴が開いているので、水が自然とこうやってポタポタポタって落ちるようになってるので、洗ったらコップとかはここにキュッて置いて完了。だからコップの分がここ開くんですよ。そうだからめっちゃいいなって思って、これ気に入ってるんですよ、これ。で、今回はここで洗います。コップこうやってやります。で、お皿とかはここに置きます。で、洗い終わったやつはどこにしまうかっていうと、このねシンクの下にも収納があるんですけど、下にしまうとどうなるかっていうと、このね下の収納をね、この下の収納にしまうことができるんですね。以前はここを中心にしまってたんですけど、ここにしまうとこうやって洗って干して、よし、しまおうってなった時にこうやってしゃがんで、こうやって開けてしまう。使う時もこうしゃがんで、こう例えばこうやって選んで、そしてよっこいしょ。この作業がやっぱり私はめちゃくちゃしんどくて、これをしないようにしました。で、っていうのは、なんていうの、キッチンボードっていうのかな、キッチンボードに中心にしまうようにしました。だからこうやって、まあこっちでもいいけど、こう作業してるじゃん。で、あ、お皿必要だなって思ったら、こう持ってくるりって回って、で、一歩で、こうこれで出せるんですよ。めちゃくちゃ楽じゃないですか。しゃがまなくていいっていうのめっちゃ楽だなと思って、で、こうやってお茶碗取って、ここのテーブルに置いて、よそうとかね。で、ご飯よそうときはここにね、こうなってて、ここに炊飯器があるので、ここでよそったりとか、すごい、なんていうの、コンパクト、なんかこうキッチン周りがすごいコンパクトで動きやすくなりました。で、あともう一個最後に紹介して終わりたいと思います。はい、最後に紹介するのはこちらのゴミ箱でございます。
はい、こちらはね購入したものなんですけど、これは何がいいかっていうと、私は足でこう何踏んで開けるタイプのゴミ箱っていうのはすごく使いにくくて、こう足を意識してねこう踏ん張ったりしなきゃいけないので大変なんですね。で、あの今回買ったゴミ箱っていうのはこことこっちの下の段にも捨てれるんですけど、ここをポンって押すだけで開くので、こっちはねここをピッて開ければいいだけ。これ今ね缶とか瓶とかペットボトルとかを入れるようで買ったんですけど、そうなんかこう蓋がないとやっぱりキッチン周りの生ゴミとかそういうゴミは捨てにくいじゃないですか。だから、まあ、生ゴミ用としても使っていいんですよね。そうだけど私はペットボトルとかそういう系の捨てる用で使ってるんですけど、こういう手でね操作できるのってなかなか少ないのかなと思って、そうだから紹介したいなと思って撮影しました。しかも硬くないしね、すごいやヒュッてヒュッてやるだけで開くの。そう、はい、ということでどうだったでしょうか。はい、お引越しをしてね変わった点はこんな感じでございます。本当にねやっぱ料理は一番ねすることが多いから、すごいね何体に負担がかかりやすいっていうところがあって、で今までは立ってねこう作業する形だったんですけど、お引越しをしてから、まあ、テーブルとか椅子とかを用意して、でそこでお料理ができるようにしたりとか、あとは椅子をね置くスペースがあるので椅子に座って料理したりとかできるようにしました。はい、まあねざっとこんな感じで、すごくね体に負担なくこう過ごせるようになったっていう点が良かった点かなと思います。これから三脚もね買ったので、この三脚で桜クッキングのお料理の動画とかも撮っていけたらいいなと思ってますので、ぜひぜひ楽しみに待っててください。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。